ゾイケンドルフ、ドイツ語、サックンドーフ、周辺地域では、セインドーフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケン行政管区のフィルト軍に属す、町村で、ファイツブロン行政共同体の一員である。この町は、フィルトと直接境を接しており、ニュルンベルク大都市圏の中央に位置している。ゾイケンドルフの町域は、バイエルン州、 ミッテル・フランケン行政管区に位置しており、東の町境は大都市フィルトに接している。ゾイケンドルフは文化史的にはニュルンベルク都市圏とフランケン高地との間の乱川に分類される高台に位置している。地形形成上、ファルンバフハ川が重要である。この川が形成する東西の谷がヒルトマンスドルフ集落とゾイケンドルフとを隔て,ている。この町は 歴史上重要なニュルンベルクとビウルツブルグとを結ぶ交易路に面している。町の南部を通るアウトバーン風に拡張された連邦道 B8 号線が中心部の通り抜け交通の負荷を軽減している。この連邦道への入り口近くに町の商工業地区アムゾイケンバッハがある。隣接する市町村は以下の通り行政上の自治体ゾイケンドルーフには5つの公的な 名称を持つ地区が存在する。この集落はおそらくかなり古くから存在するが、現存する最初の文献上の記録は1320年1月24日のものである。地名の規定語はスラブ語の人名、シャキンリット、またはドイツ語の人名、シッコに由来する。1524年頃にゾイケンドルフとその教会は福音主義に転じた。十八世紀末頃、 ゾイケンドルフには32個があった。重罪裁判所と村の行政は、ブランデンブルクアンスバッハ公領の、ランゲン前ェ大官所が管轄した。地主には、カステンアムト・カードルツブルク、ゾイケンドルフの教会及び、宗教団体、帝国都市ニュルンベルクのアルモーゼナアムと精霊病院、カタリーネン修道院、ジーヒコーベル聖ヨハニス、ニュルンベルクの都市貴族,族である本ペイマー家。 本ンシトローマー家があった。ゾイケンドルフを含むアンスバッハ辺境白領は、1792年にプロイセン領、1806年にバイエルン王国領となった。自治体例に伴って、1808年にシュトイアーディストリクトゾイケンドルフが形成された。エルツライテンミューレ、ヒルトマンスドルフ、コーラスミューレ、タウベンホーフが大アイセクションに、ゲッカースホーフ、ハウゼン、 ホルバッハ、カーゲンホーフ、ラインドルフ、ゼッケンドルフが第2セクションに属した。同じ年にルーラルゲマインでゾイケンドルフが形成された。その範囲は超税区の第アイセクションと同一であった。このゲマインでは行政と裁判はカードルツブルク地方裁判所、財政はレントアムとカードルツブルクの管理下に置かれた。1812年までここには 本シトローマー家の世襲裁判所に裁判権を委ねた、集落が5つあった。1862年に、ゾイケンドルフは、ベツイルクスアムトフィルトの管轄下となった。裁判権は1879年までカード、ルツブルク地方裁判所に属したが、1880年から1931年3月1日にまで、カードルツブルク区裁判所が管轄した。これ以後は、 フィルトク裁判所がこれを引き継いだ。財政は1929年1月1日にフィナンツアムとフィルトに移管された。1810年から少なくとも1930年まで公的な表記はサックンドーフであった。1972年に住民主導でフィルトへの合併運動が起こった。住民投票で大多数が賛成したにもかかわらず、その時点で バイエルン州で最も小さな軍の一つであったフィールド軍をさらに小さくすることは望ましくないとして合併は行われなかった。1970年代から急速な人口増加が起こり、千年期の変わり目頃までに人口は4倍になった。この発展は隣接する大都市からの家族の流入、主に古典的な一戸建て住宅による新規住宅地の計画的な開発、 商工業地区の定着を弱気した。千年期の変わり目頃の人口増加の停止後にも人口増加を伴う発展の復活が記録されている。ゾイケンドルフの町議会は16人の議員で構成される。これに直接選挙で選出される町長が加わる。2010年10月1日からベルナー・ティーフェルが町長を務めている。彼の前任者はマルティン・ツォーゲルであった。 ゾイケンドルフ聖カタリーナ教会ゾイケンドルフの歴史的中心街は街の近代化に伴い古い典型的なミッテルフランケンの移行を損なうことのないよう慎重に改修が行われた。福音主義の村の教会は14世紀に建設されその後の世紀に一部ずつ拡張された。この教会は周辺の墓地と共に防衛壁で囲まれ1521年22年の デューラー派の作者による守護聖人聖カタリーナの貴重な像を所有している。また、聖ペテロ及びパウルの像もある。SV ゾイケンドルフ EV には、サッカー、卓球、バドミントン、機械体操、都市体操、スキーギムナスティークといった種目がある。ゾイケンドルフ射撃クラブ EV1980 は、若者及び成人の両方を対象に、 近代的な電動式の10メートルの射撃場で多彩なプログラムを提供している。キルヒバイフは伝統的に9月末に町の東の入り口の祝祭広場で開催される。毎年大規模なパレード、祝祭店と乗り物遊具、屋台やスキークラブのワインスタンドが設けられる。この祭りは週末中続く。町の中心部に6クラスの幼稚園がある。 このうち3クラスが幼児クラスである。これは若い家族が多いという人口構成を配慮した結果である。修学児童のために日中プロのケアが提供されている。さらに図書館と会議、集会スペースを持つ消防署が存在する。2015年に汚水処理場の新しい建物が設けられた。歴史的な中心街の ビュルガーハウスについての具体的な計画は今後数年間のうちに実現することになっている。さらに住宅地区アム・ファイツブロンナーベイクの老人ホームへの投資家が現れた。ブロードバンドの拡充がこの街が世界中のデータネットワークにつながっていることを保障している。ゾイケンドルフにはスカイラインという名前の青年センターがある。ここはかつてはニルという名前であった。 この施設は地元のスポーツ施設のすぐ隣に位置している。11月末に教区教会前でカタリーネンマルクトが開かれ、ランタンパレードが開催される。全長約8 0 0トルの連邦道 B8 号線が町内を通っている。この道路のこの区間はアウトバーン風に拡充されている。また、この町はフランケン地方の大都市圏と緊密に結ばれている。 大都市中心部までの距離は、フュルトまで約 10km、チルンドルフまで 12km、ニュルンベルクとエアランゲンは、それぞれ約 20km である。修道ストリート2409号線は、南西のカードルツブルクに向かっている。軍道会 U8 号線は、北のジーゲルスドルフへ伸びている。市町村連絡道は、西は FU2 号線、東は、 タウベンホーフを通り過ぎた後ブルクファルンバッハで、海遊 s 2号線に接続する。この街は、多くのバス停留所で、ニュルンベルク広域交通連盟に組み込まれている。最寄りの駅は、ゾイケンドルフの北約3キロメートルに位置する、ニュルンベルクビュルツブルグ線のジーゲルスドルフ駅である。ニュルンベルク空港へは、18キロメートルの距離にある。これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。